よろしくお願いします。顔出しとかはあの NG とかって言ってください。貸してくれ。ちょっと外目っていうのが好きなの、はい、この部分がちょうどいいからつけたら結構邪魔なんですよね、ここって。あー、いいな、上手やな思ったら。ネジが2種類ある。へー、長いのと短いの。あ、ほんまや、長い短いと。いや、これはもうね、もう終わったんで話しますね。携帯のビニールみたいなのあれかなと思って。お、錆びてきてるね。はよ剥がさなあかんな、これ、うん、そうですね。ちょっといいんですか、中が。うん、そのままドバンと入ったところが、そうですね。さすが YouTuber 魂が。やってくれと。ちょっと紹介、ちょっとあの光太郎、はい、あの秀丸くんで YouTuber で、あ、はい、曽我さんのチャンネルで。あ、見たことある？見たことある。宣伝。今日何してた？何してくれとったの？今日はあの曽我さんのコーティングをちょっとやらせていただきます。声張ってもらって綺麗にさせていただきます。いや、油膜がかなりね、ついてて、はい、で、開口の時もほんまに油膜がすごくて前見えない状態で帰ってきたんだけど、出庫の時とか、はい、まあ、いなかったよね、寝坊して見送りに、あれ一人おれへんなみたいな感じだったんだけど、わざわざ東京来てくれてて。じゃあ今日その穴埋めで。はい、そうです。まあ、それで彼はあのカーコーティングのね、はい、とかいろんなコーティングちょっとプロなんで、まあ、溶剤も下ろしたりとかしてくれる、はい、あの友達でめちゃくちゃ綺麗にしてくれたんで。なんていうとこですか。リビングウィザーコーティングっていう、あの生活にコーティングをこう広めたいっていう思いで。リビングウィザーコーティングさん、はい。まあ、ということでちょっとね、はい、今日は本当綺麗くなった視界でちょっとね頑張って釣り行きましょう。はい、はい。今急遽ちょっとねロットオルダーを取り付けしております。出航前に。そんなある？もう出航多分ねもうギリギリよ。数がちょっとまだ全然つけてなかったんでね。うん、これ多分位置悪かったらまたやり直しに来てくれると思う。なるほど。前にあのね瀬戸内クルージングでね多分ちょっと登場してくれてたと思うんだけど。あ、そうですね。多分ね。なんかその後 LINE が来て、はい、社長ナンパしたっつってこれ、ね。だってすっごい勢いで船向かってきたもん。あ、そうなんですか。これなんか間違いないなみたいな。とりあえず待っとくしかないなみたいな。そうですね。いつでも逃げられるようにして。そうそうそう。あとはちょっと今日は、はい、あのうちのカメラマンで、ね、コーチが来るのを待つだけで、はい、ちょっと早く来てくれとは伝えたいの。3336ってあるじゃないですか、うん、なんで33の方に。あ、やっぱり走破性がいいっていうのを聞いてたから。でもこの乗ってはった人は36の FB に乗り換えはったよね、はい、ああ、そうなんですね、うん、FB がやっぱり乗りたかったっていうことで。33にしたのはとにかくもうやっぱり波切りがすごいいいっていうか安定性がいいっていうねっていうのがあったんで、もう今注文受付してない、はい、この FR33 がたまたま取材行った時に他の船をちょっと見に行ったんですよ、はい、でこいつがちょっと売りに出すと、ちょうどオーナーさんがもう乗り換えて、でいろいろ聞いたらもうワンワンほぼもうちょっとただ進行艇みたいな感じだし、これはちょっと出会いやなと思って。多分いや目の前に例えば36の FB があったらそれにね同じような条件であったらそれやったかもしれないっていう感じぐらい、なんていうのかな、ほんまに出会い、ちょっと運命的なあれなんですね。そうだ、これにした理由っていうのはだから本当にまああったから、ちょっとだからクルーザーをねなんかプラスなんかあったらいいかなと思って探してる時やったんで、それやったらでもやっぱ今乗り換えてもいいかなと思って。そうですよね。いつでしたっけ、3月のあの時、うん、もう探してるっておっしゃってましたもんね。そう乗り換えでね、こんなに早く乗り換えるとは思ってなかったけど。そうですよね、うん、ちょっとびっくりしました僕も。そうまあだからまあでも36はやっぱり広いし、広いからやっぱり安定感あるっていうので、うん、まあそれもまたね魅力だと思うんだけど。あれなんですよ、社長がこれ乗り換えたじゃないですか、うん、僕の方の視聴者さんもコメントで、いや秀丸は、うん、いつやんのって。え、乗り換えを。いや、僕買ったばっかなんですけどね。いや、関係ないよね。
秀丸君の偽装したやつを欲しい人、はい、多分いてると思うんで、ぜひ、ね、あの、はい、コメントいただければ、はい、ほんまやね、適正価格で、はい、秀丸君の船欲しいっていう人をちょっとねコメント欄に入れたらたくさんあったら考えるみたいなんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どっちに着いた。おはようございます。ここ集合やったんですね。はい、はい、おはようございます。おはようございます。こっちもこっちもちょっと今日はちょっとなかなか面白いメンバーで、このね、リーフワールドで、見てもらったお分かりの通りロットがいっぱいあります。はい、今日はね、釣りに行くんですよ。そうです、釣りじゃありませんよ。DFR で初めて釣りに行く。え、初めて、はい、初めて。あ、そうなんですか。そうですよ。今日のテーマだからほんまは DFR で初めて釣りに行こうやった日やん。あ、そうなんですね。そういう日なんですよ。そういう日なんだけど、まあ、お隣が、はい、ご存知の方もいると思いますけど、はい、はい、秀丸ことひでちゃんです。どうも、久しぶりです。わざわざね、はい、昨日の夜出て、もう今日ちょっと朝に大阪疲れたということで、はい、ということでね、まあ、今日ちょっと初のディーファル兆候をね、はい、船の紹介という感じですよね。はい、秀丸さんのチャンネルの方ではディーファルの紹介をしていただきます。紹介を、はい、はい、でちょっとね、まあ、工事がいてないやね、来る前にちょっといろいろガラスコーティングとか、はい、ちょっとプチ偽装で、はい、はい、してるのをちょっと撮ってやるので、あ、なるほど、ご覧になってください。今日はでもやっぱりちゃうやろ、はい、はい、もうすごいスキルをね、使ってもらえて、はい、それでは出発、恒例のちゃんと離岸できるかシリーズが始まります。話が長すぎて撮影中やりにくかったら秀丸さん言ってくださいね。全部使います。あれがね、日本初のね、その大型の電気船が今申請中で国に。クイーンビー。あれがその友達のね、船で。タチウオから、まずタチウオからですか。まずタチウオから、まずタチウオからタチウオで終わるかも。じゃあちょっと今日はタチウオ楽しんでもらいましょうか、秀丸君ね。ぜひ楽しみにしてます。はい、3000回転、3200回転ぐらいまで回しても大丈夫。巡航で23ノットぐらいでも全然走る。遅く感じるというか安定感がすごいんで。あ、やっぱり今25ぐらいかなと思ったら30超えてたりしますよね、これ。もう今23やね。30は超えてない。燃費っすね。線路機どれぐらい今、秀丸君。結構ゆっくりめで走って1時間30切るぐらい。はいはいはい。あ、そうなんや。だからマックスで飛ばしたら45とか行くんで1時間。そうかそうか。仙台機よりじゃ燃費いいんかもしれない。いいっすね。で、軽油やから、まあ、免税も効くし、まあまあそこら辺の中ちょっとありがたいかなっていう感じで。そうですね。3ニートどうですか、比べて。まあ、やっぱり1フィートだけでちょっと全然違うよね。1フィート違うだけやけど、ちょっとしたことなんだろうけど、なんかその横揺れがあんまりしないっていう感じで。ああ、そうですよね。うん、なんかね、開口の時って3メーターぐらいの横波もあったんやんか。あ、結構強いですね。うん、まあ開口屋さんの人と一緒に帰ってきたんで、はい、まあ、その人の技術がなかったらよう帰ってけへんかったんだけど、はい、本当にでも横揺れがしなかった。なんかあんまりこう横じゃなくて縦の度数は何回かあったけど。へえ、これ後でちょっとゆっくり見せてもらうんですけど、うん、装備ってなんか特別これみたいなのあるんですか。まだなんもない。あ、そうなんですか。なんもない。一応もう最初からついてた、まあ、レーダーと無線とかね、はい、で無線は今免許取りにちょっと行ってるんで、今は全部電源カットしてあって、はい、まあ、使えないようにしてあって、あとはオーパイとで、まあ、ホンデックスの一番大型の最新のナビ、はい、12C ですね。そうそうそう、はい、
これが一応ね、まあ、ついてあったんで、あと何やろうな、まあ、言ったら DFR で最初からがこのエアコンかな、エアコンが最初から充電式、うん、へえ、エンジン切ってても大丈夫っていう、そう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 、ここからマーカシ海峡が見えてるよね、あれっすか、そうそうそう、今からあそこまででも言ってもやっぱり50分ぐらいかかるかな。オーパイって使ったことある？はい、オーパイ、オートパイロットは、あ、ありますよ、そうか、そう、カロルのですよね、あ、そうそうそう、はい、そうか、いろんなの乗ってるもんね、ハンドコン手元であればなし、あ、それはない、うん、いや、ちょっとほんまは、はい、出航前にね、これやりたかったんですけど、はい、いや、ちょっと今回買われて初出航ということで、はいはい、安全祈願でお酒を、マジっすか、はい、マジっすか、広島の名酒を、はい、持ってきましたんで、ぜひ、じゃあ、はい、僕自身を清める、体内を清める、そう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 、心身ともにね、心身ともに、あ、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなんでちょっと後で、まあ、帰りでも、はい、ちょっとじゃあ、まあ、ペロッと形だけでも帰ってからちょっとあれしましょう、ね、はい、ぜひ安全に楽しまれてください。 ありがとうございます。じゃあ筆と僕の体内と体外と、はい、清めさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます、はい、今日はちょっと大阪湾に今着きました。大阪湾の、横瀬っていうポイントに着きました。はい、とりあえずじゃあ今日は、そうですね、今日はもうちょっとひでちゃんに、ちょっと今日は立ちを何年ぶりかっていうことやったんで、ちょっと必ず今日はちょっと釣ってもらいたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。